勝つ確率高いのはアーセナルかなと思いますけどね。ああ、でもまあ微妙だな。いや、これほんと絶妙だな。キビオルのところ不安だけど、でもまあ、うーん。いや、これ微妙だな、本当に今日。ディフェンス、僕基本どっちか使ってディフェンスラインが強固な方を言うんですよ。だってアーセナルの方が若干寄りぐらいですね。絶妙っすね、でも。まだ引き分け最初はやってんだね。であれ、FA カップだけ VAR ないのって。 なんかほんと、イングランドって一筋縄じゃいかない感すごいよね。なんかこう、伝統を変えたくない大人がすごいいる感がさ、今日はあるんだ。あれない試合もあるいや普通に設備側の問題か。ある時とない。スタジアムによって、ああ、じゃあ設備側の問題か。結局今のアーセナルもそうなんですけど、仲いいチームなんだけど、志高すぎて、結果、いい選手たちが、いい選手じゃなくなってるでしょこれどういうことかっていうと、あの戦術やることに集中してサッカーやることに集中できてないみたいなさ。 戦術が複雑すぎて取るべきポジションとかだからシンプルなことやれてるとき、あのマルティネリーのアールドに仕掛けられる立ち位置でボールっすぐきはチャンスになるみたいな。いや、勝利がゴールなんですけど、戦術の負荷が高すぎるというか、ゴールを目指すプロセスでチェックシートを埋めなきゃいけない項目が多すぎて、ゴールまでいかないって感じですね。この立ち位置取る、こう動くみたいな。 で一番最後のゴールの部分のところでは、もうコンビネーション2個、3個、4個決めなきゃいけないから。だからセットプレーってさ、サッカーの得点って70%以上、80%以上かなセットプレーって言われてんだけど、あれなんで決まるかっていうと、いいボールがいって、そこに人がいるからじゃん。だから1点が合わせれば手になるんだよ。でもアーセナルのゴールパターンというか、狙ってるパターンって、3回、4回いいパスつながんないとゴールになるんだじゃん。ってことは、これってセットプレーの確率をかける。 割るようにすればいいのかうん。になってるってことだから、その1点で合わせるっていうサッカーから遠のくことをやってるから、もうそれは効率悪いんだよね。でも効率悪いことをやらしたいんだよ。なんでかっていうと、それがアーセナルだからとか、それがアルテタが目指すものだからっていう。だからリバプールがアーノルドが守備あれでも残してるのは、ピッチ上にいるとセットプレーになるから、アーノルドのキック一発って合うじゃん。だからこの一発で点決まるから、アーノルドがボールを受けます。 サラーがフリーになってます。これだけでいいっていう。だから、リバプールも良くないときはさ、ごちゃごちゃつないで変な配置になって、あのうどもボール受けられないとかじゃん。今季の合わせならそうっすね。だからもうこれが、僕はもういつ戻るかだと思いますけどね。いつ諦めるか、あれってたがこれが完成して全員がすげえ美しく動いてるってことはないと思う。あの、結果出る日はあるよ。すげえ坂が調子良くなってくるとか、いい選手入って得点入るってあるけど、この戦術で最強になる日は来ないって俺断言できると思う。戦術がいいんじゃなくて、 人がいいっていう日は来るけど。だって絶対にこんないっぱいポジションチェンジしながら、その瞬間瞬間でチャンス作るなんて、サカとかウーデゴールにはできるかもしれない。曲がりないとかでもサリバには絶対できないもん。ライスにも多分できないと思う。そうだから、アルテタは頑固に天才になりたいんですよ。堅実さが売りなのに、ちょっと立ち悪いのが、アーセナルやってるサッカーって魅力的なんですよ。これやってる俺たちかっこいいっていう。 夢を追わせるサッカーだから。だから、守備ばっかりやらせるさ、サッカーだとモーリーみたいに、ポグバみたいに不満分子がアタックアタックアタック言い出すんだよ。だけどこれってアタックはしてんじゃん。うまくいってないだけで。だからみんなアルテタさんの夢を追うって言って、のを言える人がいないっていう。そのね、人として可愛いかどうかだけでは選べないから、ね、おお誰だ決めたんだ。ディアスか。キックの質がめちゃくちゃ良かった感じしたね。もう本当に、いたところにピンポイントでいった感じがするけどな。 これはまあ普通にセットプレーの話だけど、アーヌードがフィールド上にいると、アーヌードがボールを前に蹴れたらセットプレーになるからね。その形だよね、ルイスですね。うん。あれ、オンじゃないああ、キビちゃんがオンしたね。まあしょうがないね。型にはまらないサッカーっていうか、型にはまらないサッカーってそういう型になってるんだよね。だって、 ノリだけでさ、ポゼッションをするサイドバックって、すげえトップ下みたいになんかボールいかないとこ入っていくか、低いサイドバックがハマる位置に貼ってさ、サイドフロントって俺は呼んでるけど、サイドフロントで貼って、ハマって、なんかワンツーかドリブルで打開しようとするだけじゃん。あれ一番わかりやすくない逆に。肩にはまってないせいで、プレスにはまってくれるじゃん。 で例えば誰だろうなアトミアスとかさ、センターバックとインが繋がってない時にはそこ立って、繋がってる時には一列上がって、ボランチの脇でポイント作るみたいな。なインサイドハーフ降りてきてる時にはトップ下上がるみたいな。型にはまってるけど、型にはまってるおかげで捕まえらんない位置行くじゃん。捕まえられない位置に行くっていう型のはまり方してる型がないせいで自由に動くから捕まえられる位置行ってるから、その言葉にね、みんなが騙されてるよ型にはまらないイコール捕まえらんない。型にはまってる捕まえられる。違う。 捕まえられない方と捕まえられちゃう方があって、捕まえられない側を選び続けなきゃいけない。でもそれをできるのは、現時点のサッカー界の知性だと才能になる。それを持ってるのが富安っていう。だって戦術なくて自由って言われてるチームみんな同じサッカーやんじゃん。低い位置でサイドバックハマりますっていう。前からプレスハマりません自由って言って本当にさ、創造性高いサッカーになってるところなんて一個もない。 でもこれがなんでこういう持論消えないかというと、これ俺面と向かってそれ言ってくる人いたらこれ言えないのよ。その人がかわいそうだから。オーバーキルみたいになっちゃうから。なんだけど、基本そういうこと言ってる人に対して言う人もいなければ、俺みたいなのとも出会わないだろうから、結果そっちの考え浸透していくんだよね。さあカウンターでスペースにくれって言って、ちょっと前向きに受けて。お、通ったいやー完璧だったね。 最近合わせなら当ん自滅が多いでもうね、もう言うことはもう散々言い尽くしたからな。もう綺麗なパス5、6本繋がんないと成立しない攻撃のサッカーやめた方がいいと思いますね。本当に。で、このサッカーのね、魅力は時々うまくいくってところなんですよね。ま、キビオルはキビオルにできることやってるから。だからこれに関しても補強のミスだからな。取ってきた人のミスだから。しょうがない。キビオル自体はもう今後も頑張り続けて。相手がリバプールしなかったら全然いいから。 そうだからあんま言われてないんだけど、キビオール良くなってきたっていう人によくありがちなのが、相手のレベル考えないっていう。格下のチーム相手にしてさ、いいプレーできるのと、リバプール相手にいいプレーできるの全然違うじゃん。そこで良くなって良くなったっつって持ち上げて、結果こういう風になって、やっぱキビオールだーっていうから。でも、僕がキビオールにそんな言及しないのはそういうところなんですけども。取ってきたところの話だわね。だから補強一個一個間違えないようにしないとねっていう話ですね。 そう、このサッカー、うまくいってる時にね、なんかこう魅力的な感じにね、言われるからね。でもまあ、その辺もな、もうしょうがないよな。